僕は感無量です。ワンピースコラボのキャラクターたちが新たに発表されたんですけど、とてもいいラインナップになってます。まあ、ガチャから出るのかとか黒メダルなのかとかダンジョンキャラなのかとかいうのはまだ分かってないんですけど、いやとにかくねいい。見ていきましょう。はい、既存の発表では麦わら一族ウタが発表されてたと思うんですけど、こっから本日発表されたキャラクターです。トラファルガーロー来ました。人気キャラ、まあ、声優さん込みでねアニメ見てる人にファンが多いかなって思うキャラなんですけど、まあもちろん本編でもね大活躍して、まあ、ルフィと同盟組むようなキャラなんですけど、いや来たかって感じですね。いや正直レッドコラボだから、まあレッドにも出てたけど、まあ、来ないかなとも思ってたんですよ。いや来ちゃいましたね。これまあローの能力を考えると、まあリダチェンなんじゃないかとかね、あのルームのやつね、そうまあいろいろありますけども、楽しみですねとても。はい、属性は木かな、あ水木かな、わかんない。はい、で続きましてキャロット。いやこのキャラの登場はガチで予想してなかった本当に。いやでもねえ、今それこそ本編とか読んでる方はね、まあ、アニメもそうなのかな、すいませんアニメマジでわかんないんですけど、いや本編でも散々活躍したね、いやとめっちゃいいキャラなんですよ。いや個人的には麦わらの一味に入ってほしいキャラなんですけどね。うん、ちゃんと強いし、そう、まあ、どういう能力になるかですね。まあ光属性かな、うん、そんな感じがしてますね。はい、でサボ来ました。あもうたまらんね、来たかと。まあ、あの引っ張りハンティングの方でサボとかエースとか出てたんで、ちょっと期待もしてたんですけど、来たね。これは非木かな、緑がちょっと混じってる感じ、まあ、究極じゃないか、変身が非非になるとかそういう感じかな。はい、いやこのキャラもねめちゃめちゃ強いんで、うん、楽しみですね性能が。いや今日はもうイラスト見る回なんですけど、イラストだけでも大満足です。さあそしてこっからがまたさらに熱くなります。はい、オートガス D エース、エース来ました。いやこれは変身じゃなく究極って感じなんで、もう非属性非属性のね、もう超絶火力パリンみたいな感じになるんじゃないかな、知らんけど、もう非属性をね代表するようなキャラになってほしいと思ってますよ。これね若干この初登場時の顔とね、あの頂上戦争の時の顔でちゃんと書き分けられてるのもすごい細かいところまでいいですね。はい、で武器がメラメラの実、メラメラの実、あんま言うとネタバレになるか。はい、続きましてエドワード・ニューゲート、白ひげですね、いわゆる変身キャラになってます。はい、白ひげエドワード・ニューゲート、まあ、グラグラの実で、まあ、ツイートしたんですけど、グラパズドラ界でグラって言ったらさ、グラビティやん、グラビティのキャラになるんじゃないかなとかざっくり思ってますけど、まあ、変身なんで、まあ、ゴンとかのグラビティになるのかな。変身後がなんかめちゃめちゃ軽いターンで、まあ、デメリットついてるけどグラビティですよみたいな、そんな感じになるんじゃないかな、わかんないけど。で武器は、はい、こんな感じ。いやいいっすね、とてもいいっすね。でマルコ、はい、不死鳥マルコですね。これは青い炎だから水火光、わかんないけど、いやこの不死鳥マルコの背景いいっすね、白ひげが若干映ってる感じ。いやもうずっと白ひげのね、白ひげに仕えてたキャラですからね、いいですね。いやとてもいいですね。さあそしてこっからまた若干変わりますね、バギーはちゃっかりしたキャラなんですよね。まあ、個人的になんか暖房つくんじゃねえかなって思ってますけど、うん、なんかゴリゴリに強い能力というよりかは割とこう器用なそういうキャラになるんじゃないかなって思ってます。はい、続きましてスモーカー入ってくるってすごくない。いやまあだいぶ初期から登場してて、まあ、ずっとこう言ってしまえば麦わら海賊団、まあ、ルフィたちとつかず離れず的なポジションで、映画で言ってもね前回のスタンピード
だと共闘もしたりしてましたからね。うん、いや、いいキャラなんですよね。はい、ありがとうございます。登場いただきありがとうございます。さあ、そしてこっから七部会、ミホーク。ミホークどうなるん？だってあのサジェスト汚染みたいな話でいくと、ミホーク弱いとかになったらやだよ。ミホークはもう最強の剣士ですから、ゾロが目標としてる人物ですよ。いや、どうなるんだろうな。武器も超なんかとんでもなく強くあってほしい。まあそれ言い出したらキリないけどね。例えば大将杯がエースより弱くねとかになったらなんか微妙だしさ。うん、クロコダイル、はい、砂砂の実。クロコダイルもなんかすごいいいポジションにいるよね、ずっと。なんかあのアラバスタ編でね、ルフィにやられて、で頂上戦争にも出てきたし、なんかうろうろしてるよね、ずっと。うん、野心にあふれたいいキャラなんだよな。いや、いいっすね。でボアハンコック、いいですね。アシストいいよね、これ。サロメ、はい。まあボアハンコック、これは光ピンクだな、すげえピンクだな。でも足元とか赤いから火わかんねえな、想像のしようがないけど。いや、もうとてもいい。ドフラミンゴはまあ闇だろうね、エフェクトも闇っぽいし、まあ闇側だし。アシストがパーで来ましたね、海軍側杯。はい、こんな感じなんですけど、まあ、先に触れてしまうと、残り5枠がまだハテナで、8月30日の公式放送で発表されるっていう感じなんですけど、まあ、海軍が入ってくるとなると、最近の活躍で言ったら、フジトラとか、まあ、ちょっと前のボルサリーノクザン、あ、まあ、ボルサリーノは現役だけど、クザン、まあ、青生地か。キザル青生地は入ってくるのかみたいなところとかがだいぶ謎ですね。あとガープとかコビーとか、まあ、ガープはないにしてもコビー、でも戦国さん、難しいっすね。杯が入ってくる、あ、まあスモーカーもそうか、海軍側か。そうだね、ちょっと謎を深めてる。で個人的に一番嬉しかったの、シルバーズレイディ。これね、なんか進化がなくって、まあ、武器もなくって、まあ、メダルになってくるのかな、わかんないですけども、おそらくとんでもなく強いです。実力で言ったらさ、これ発表されてるキャラの中で一番強くね。あー、白ひげいるけど、まあ、間違いなくルフィより全然強いし、ミホークともやり合えるんじゃない、知らんけどね。まあ、海軍大将は全然止められるし、でキャラがどういう性能になるのかがガチで楽しみ。でこっからガチの残り5体の予想していくんですけど、本命5体を今から述べます。1体目シャンクス、2体目ヤマト、3体目カイドウ、4体目ビッグマム、5体目黒ひげ。ここなんじゃないかなって思ってます。シャンクス、ヤマト、カイドウ、ビッグマム、黒ひげ、ここまで出てきちゃっていいと思うんですよね。で今言ったキャラって本当にみんな実力者で、まあ、この公式放送でわざわざ発表するぐらいですから、うん、それぐらいのなんかすごいインパクトのあるキャラになってくるんじゃないかなと思います。でもうちょっとまあ細かいところいくと、じゃあ例えば黒ひげが出なかった分で、例えばじゃあビッグマム海賊団からカタクリが出てきたりとか、じゃあ例えばビッグマム黒ひげ出なかったとして、シャンクス、ベンベックマン、ヤソップとか、まあヤマト、カイドウってきたらキング、ジャックとか、そういう感じになってくるんじゃないかなって思いますけどね。まああとキャロット出てるから、金エモンとか、桃之助は出ないと思う。ペドロとかも出ないでしょう、おそらく。この5枠はね、まあ、ロジャーは、なんか、なんだっけ、トレクルだっけ、他のゲームだともうすでに、ね、キャラクターとして実装されてて、で、まあ本編でももう戦ってる描写とかも出てるんで、出してもいいと思うんですけど、
すごい多分性能をつけるのが決めるのが半端なく難しいと思うんですよね。いやそれこそロジャー弱いとかになったらあれだし、じゃあなんかブルックの方が使えるやんとかだったらさ、もうなんか崩壊するやん。でいくとロジャーはまあいつかなのか一生出ないのかとか、そういう感じであってほしいかな。まあシャンクスとかもそうだけどね、言い始めたら。まあでも個人的な予想としては残り5枠シャンクス、ヤマト、カイドウ、ビッグマム、黒ひげだと思っております。皆さんの予想もぜひコメント欄で教えてください。あとはね、この今回のラインナップについてもご意見がございましたらコメント欄で教えてください。大満足の方はもうね、推しのキャラクターの名前でも書いておいてください。そんな感じで本日は以上です。次の発表が楽しみですね。まあ8月30日それこそ公式放送、見守る放送やりますんで、そちらもお楽しみに。さよなら。しげしげチャンネル。